宇佐美勝つ宇佐美勝かは、日本の内務官僚、政治家。陽名は新兵。富山県知事、東京府知事、貴族院議員などを歴任した。山形県氏族宇佐美俊太郎の弟。旧米沢藩士、古町、宇佐美小作の次男として生まれる。米沢中学、第一高等学校を経て、1896年7月。 帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入りない無族として県知局に配属された。同年10月、文官高等試験に合格。1897年4月、徳島県参事官に就任。以後、京都府参事官、内務省機関、宗教局、宗教局第一課長兼、第二課長、大臣官房文書課長、県内務省参事官などを歴任。 1908年3月に、富山県知事に就任。その後、東韓府参与官、韓国政府内務次官、朝鮮総督府内務部長官、県道府土木局長などを経て、1921年5月に東京府知事に就任。1925年9月、東京府知事を退任し将軍局総裁に就任。資源局長官を経て、1933年2月、 満州国国務顧問に就任した。1934年7月、貴族院直選議員に任じられ、同和会に属死死去するまで在任。その他、維新資料編参会委員、国家総動員審議会委員などを務めた。池田成明の参女、吉との間に、譲る、三菱銀行と踊り、日本銀行総裁を歴任した、ひと 国内庁長官を務めた岳氏と角の四子を得たが、死別した。成明の次女密はまだ独身で、妹の死後は子供たちの世話をしており、家族の意向で再婚した。しかし、密もスペイン風邪で病死し、さらにあと、四谷徳を後妻とした。徳との間には、和子の親がいた。義兄に、日銀総裁を務めた池田重明が、義定に、 三菱銀行頭取を務めた加藤武雄がおり、妻の名、里氏は三菱財閥三代目、総帥、岩崎久也の次男で三菱製紙会長を務めた岩崎高也に嫁いでいる。ありがとうございます。